俺の名前はウルン・ケタサ。南太平洋のペンテコスト島に生まれた普通の青年だ。ここペンテコスト島はいわゆる未開の島。自給自足の農業で食いつなぎながらみんなで平和に暮らしてるんだ。現代人のストレスとは無縁、原始的で素朴な生活なのだが、絶対やりたくねえ、マジで死にたくねえ。俺には深刻な悩みがあった。実はこの島には危険すぎる通過儀礼がある。あーどうしよう、仮病で欠席できるわけねえよな。俺はいよいよ成人の年でそのヤバすぎる儀式に挑戦しないといけない。その記載の名はナゴール。足に巻きつけた鶴を命綱に地上30メートルからダイブするというシンプルに頭がおかしい儀式だ。バンジージャンプの起源とされるこの儀式は成人の男は全員参加。うわー、この島に男として生まれたからには絶対に避けては通れぬ道なのだ。だが肝心の命綱はただの木の鶴、伸縮性は当然ゼロ。ゴムでグイーンと伸びてくれる安全なバンジージャンプとはわけが違う。さらに鶴の長さをしょっちゅうミスるんだ。その時はそのまま地面に激突、30メートル上空から落ちただけになる。自分の体重、鶴の長さ、どれか一つでもミスれば命に関わる。無茶しやがって、ギリギリを攻めすぎたんだ。普通に死者が続々と出る危険すぎる儀式なのだ。由緒正しき伝統なのだが、シンプルにやりたくない。みんなやって当然って感じだが、なんでそんなことしなきゃいけねえんだ。死んだら人間終わりだろう。そんな俺には幼馴染の女の子がいる。彼女の名前はエッチン。ウルン大丈夫？元気ないよ。俺ナゴール飛びたくねえんだ。不安だった俺は彼女に相談してみた。そもそもさ、なんでこんなお祭りができたんだろう。あら知らないの？これはね、大昔の言い伝えが元なんだよ。言い伝え？昔々あるところに最低の夫と結婚した妻がいました。耐えかねた妻はついに逃げ出したのですが、怒り狂った夫は彼女を追いかけてきます。彼女は逃げた崖から飛び降りました。その結果追ってきた夫は落下し、でも妻は足をこっそり鶴で結んでいたので助かりましたとさ。めでたしめでたし。それがどうしてあのお祭りに？その辺はよくわかんないけど、とにかくそういうことなの。なんで俺たちも飛ぶんだよ。だが嫌だ嫌だと言っても仕方がない。この鶴は短すぎるな。こいつはちょい細いか。俺はとにかくナゴールを乗り切るため準備を始めた。命綱であるヤムイモの鶴は自分で用意する。長すぎれば地面と激突し、短すぎればジャンプ台と激突してしまう。ちょうどいいやつを慎重に探すのだ。豊作祈願のお祭りでもあるナゴールだが、飛び降りる櫓は参加者で作る。春の収穫期にめがけ毎年7週間もかけてせっせと巨大ジャンプ台を建設するのだ。そうしてついにナゴール当日。おーいあらら、おーいあらら、怪我人続出、死者多数の狂気のお祭りが始まってしまった。ウルン大丈夫？ああもうやるしかねえ。頑張ってね、大人になったら私たち結婚しましょう。え、今なんつった？なんてこった、俺たち相思相愛だったのか。だが結婚するには大人として認められないと。飛ぶしかねえ、やってやる。今年もダイブしまくる命知らずの男たち、負傷者多数。やっ、そしてついに俺の番が回ってきた。頂上は高さ30メートル、マンション10階建ての高さだ。やばい、高すぎる。あまりの高さに足がすくんだが、俺は意を決して飛んだ。真下ではなく前方に身を投げる。空中で命綱を伸ばし、うわ、最下部での衝撃を和らげるのだ。しかし俺は長さを見誤った。がビル10階の高さからほとんど減速することなく硬い地面に叩きつけられた。俺は頭蓋骨陥没骨折であっけなく行っちまった。立派だったわよ。死んじまったけど、これで大人として認められたらしいわ。